少々お待ちください。アカウントの追加、 Google にログインするんですね。ちょっとお待ちください。次へ、ログインに同意する。さまざまな Google サービスに同意するっていうことですね。はい、次へ、端末を保護、デバイスの保護機能を有効にすることにより許可なく他のユーザーからこの端末を利用できないようにします。もちろんそうですね。画面ロックスタイルを設定、スマートフォンの保護パターン、ああこういうやつね。もしくはピン、パスワード、指紋認証どこでやるんでしょうね。スキップしましょう。メール、連絡先、カレンダーの予定などがこのスマートフォンに同期されます。次へ、以前の端末、Android 端末、QR コードを読み取りなさいと。今、Xperia で、フォンクローンっていうアプリをダウンロードしようとしています。端末データコピーアプリは以前利用していた端末からファーウェイ端末にデータを移行するためのアプリです。ふんふんふん。同意。送信。あ、で、QR コードここで読み取ってくださいと。はい。お、今 Xperia の方から送信します。送信。おお、なるほど。今ネットワークを通じてこっちの Xperia からファーウェイの端末に、この端末情報を、まあ、写真とかも含めてね、データを送信しています。これは便利だな。ただね、ちょっと時間かかりそうなので、今残り時間32分で出てますから、一旦録画を停止します。はい、Xperia の方には送信完了と出まして、転送が完了しました。まあデータの量はあまり大したことないんですけどね。連絡先1300件、メッセージ28件、発着信履歴142件、写真86、音声6、ドキュメント11って感じですね。なんか、アプリがなんかびっくりマークが出てるけど。アルバムがバージョン非対応。ちょっとよくわかりませんが、まあ写真は Google フォトにバックアップ取ってるので、まあ別にいいでしょう。なんか、もしかしたらちょっと対応してないアプリがあるのかもしれないですね。まあ、大半いけてるのでいいでしょう。続行。ポチ。指紋タッチ操作。指紋センサーを長押しして電話に出たりすることができるんですね。それ以外にも、あ、同じく指紋センサーを長押ししてアラームを停止させたりとか、写真やビデオを撮ったりもできるみたいですね。次へ。指紋 ID ですね。ロック解除画面とセーフボックスへのアクセス、アプリのロック設定とアクセス制御。はい、登録。先にピンとパスワードを決めろっていうことですか？はい、ピンの設定。次へ。OK。指紋を登録。振動を感じたら説明のアニメーションのように指を持ち上げて指の様々な場所をセンサーに押し当ててください。はい、ちょっとね、指を何度か5、6回ぐらいですかね、押し込んだら、うまく登録できました。指紋 ID1 が登録されましたということなので、これ名前を変更できるんですね。アンソニーとしておきましょう。OK。で、OK。なんか出てきました。始める。ファーウェイホーム。この機能では以下の権限を有効にする必要があります。有効。はい。ようやく、ホーム画面が出ました。で、まあ、今まで使っていたアプリが当然登録されてますが、ドコモ関係のアプリもなんか入ってますね。こういうのは後で捨てましょう。SMS のメッセージのやり取りもちゃんと移行してますね。
家電受電の履歴もちゃんと残ってます。写真。右にスワイプしてカメラモードを選択。次へ。左にスワイプして設定メニューを起動。次へ。上下にスワイプしてプロモード、標準モードを切り替え。ああ、なるほど。GPS タグ。有効。ああ、しまった。有効にすべきじゃなかった。まあいいや。まあこの辺は、また改めて写真の機能についてはご紹介したいと思っております。おお、とりあえず、ぬるぬるサクサクという感じはしますね。今、クローム立ち上げてますけど。こんにちは、アンソニーです。毎年この時期になると、年明けの福袋が気になったりしますよね。洋服の福袋っていうのは、割と当たり外れがあったりして、ちょっとおお、画質が不安要素もあるんです1080p まけれどでも、スターバックスとかカフェの選べる福のがめっ袋っちゃていう嬉のは、しい。まず間違いなくお買い得ですから、絶対買っておきたいなと思うんですけあ、れどこれも、はめっちゃ綺麗わ、マジで。スタバの福袋は結構すぐなくなるんですよね、売り切れになっちゃって。一時期は転売ヤーがめちゃめちゃな買い方をしたっていうことがニュースにもなったりしましたけど、なのでスターバックスは元日に早起きできれば買いに行こうかなっていうところな。なるほどね。手に持った感じはどうでしょうね。電源オフの状態からここをタップするだけで指紋認証で起動します。切って。はい。めちゃめちゃ早いです。他の指でやると、なんか振動が出て、この指紋じゃないですよみたいな感じですね。はい。はい。手に持った感じはこれぐらいの大きさですね。前の動画でも言いましたけれども、画面は確かに大きいんですけどね、そんなに負担に感じないですね。ここが丸まって、まあ、ラウンドしてるので、実際のこの端っこの方は薄いんですよ、厚さが。だから、あんまり重さを感じないですね。ちょっとね、実際に片手でどの程度使えるのか、まあ、100%もちろん無理ですけれども、しばらく使ってみてまた動画でご紹介したいですね。第一印象としては、店頭で触った時と同じように、あ、これならいけるかもっていう感じですね。はい、だらだらと中身のない動画でほんとすいません。でもね、ファーウェイ、メイト9、第一印象としてはかなりいい感じです。大きさを比較するとですね、Xperia Z3 と比べるとこんな感じですね。だいぶ違いがありますけれども。ちなみに付属のケースをですね、ちょっとつけてみますね。こうやって。まあまあ、こんな感じですよ。まあ、可もなく不可もなく普通のケースです。で、一応、ケースはですね、社外品のものを今注文してますので、またそれは別途ご紹介しようかなと思います。指紋認証、ほんと立ち上がりが早いので、楽そうですね。ただちょっとね、なんか普通に持ってるだけで、ちょっと指が触れて簡単に起動しそうなので、それはそれでちょっと怖いかなと思うところはあります。でもなかなかいいんじゃないですかね。かなり嬉しいです。で、私今後ですね、このメイト9についてどんどん動画を作っていくつもりではありますが、例によって非常に時間がかかると思うので、暇つぶしに見る分にはいいんですけどね、本当にこれの購入を考えていて、比較動画とかいろいろ検証動画を見てみたいっていう人にはちょっと間に合わないと思うんですよ。なので、ここで私の冒頭で言った得意技丸投げなんですけれども、このメイト9については私最近すごくよく見ているチャンネルがありまして、しのぶの動画っていうチャンネルで、そのしのぶさんがこのメイト9、それから P9 とかもそうかな、非常に詳しくレビューをされていて、
一つ一つの動画が短くコンパクトにまとまっていて、非常にわかりやすい、最近私が注目しているチャンネルなんですよ。それをこちらに載せておきますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。まあ、私の動画もね、これからおいおい作っていきたいと思います。それでは。